バッテンです。今日はこちら大阪大学2022年文系第1問の問題をじっくり解説していきたいと思います。まだ解いたことない方はここで必ず動画を止めていただいて、自力で答案を書いてみてから解説の方に進んでください。ではいつも通り最初に解説の大まかな流れと最終的な答えだけ確認してから詳しい解説に移っていきます。まず括弧1、これは定番テーマですね。三角形があって二直線の交点の1ベクトルを求めてくださいという問題です。まず P というのがどういう点なのかというと BN 上にあってかつ CM 上にあるよと。なのでこれを式にしていけばいいです。まず P が BN 上にあるっていう条件を実数 S を使ってこのように表して、これをベクトル AB とベクトル AC に揃えておきますよと。でもう一つ P っていうのは MC 上にあるので別の実数 T を使ってこのように表せるということで、こちらもベクトル AB ベクトル AC に揃えて、この2つのベクトルが一次独立であることから係数同士を比較できてそれを解けば求まります。これがベクトル AP です。後で詳しく解説をするときにメデラウスの定理を使った別解も紹介します。では括弧に、図形的に長さを求めるのは難しいのでそのままベクトルを活用します。で和の絶対値については二乗して処理をするということで、二乗してそうすると内積を求めないといけないなということに気づきます。長さは分かっているのであとはコサインシータが分かればいいということで、じゃあコサインシータを3辺分かっているんだから余弦定理で求めようということで求めてあげて、それを使って内積を計算してゴリゴリやっていくと AP ベクトルの大きさっていうものがこちらとなって括弧2が終了です。ではここから詳しく解説していきますので、分からなかった部分とかもっと掘り下げて聞いてみたいところがあれば重点的に見てみてください。では詳しい解説を始めていきます。まず図が書けるときは書こうということで、三角形の辺の長さとかですね、特に形状とかは分かっていないんですが、適当に三角形 ABC を書いて、それぞれ AB を2対1に内分する点が M、AC を1対2に内分する点が N ということで、BN と CM の交点が P ですよという条件が与えられていて、ベクトル AP をベクトル AB、ベクトル AC で表してくださいという、これ自体は定番テーマの問題になっています。自分の良問演習 1A2B100 選シリーズの第89問目ですね。ここでじっくり扱っているので、ここでは考え方を深く解説はせずにさらっといきたいと思います。まずこの点 P ですね、これがどうやって定まっているのかっていうことを考えると、BN 上にあり、かつ CM 上にあるよと。この2つの条件で、この点 P っていうのは決まっているわけですね。ある一点に。ということなので、じゃあこれを式にすればいいだろうということで、まずじゃあ P が BN 上にあるっていう条件をどうやって表すかなんですが、これはまあ P があって、BN っていうものがあって、共線条件ですね、ベクトル BP がベクトル BN の k 倍みたいな形で表すんではなくて、今回結局ベクトル AB とベクトル AC で表していきたいので、こちらですね、係数の和が1っていう方で表すとこの後処理がしやすいだろうと。つまりある実数 S を用いてベクトル AP がこのように表せる、ベクトル AB とベクトル AN の係数を掛け算して足したもので表せて、その係数の和が1になってるんだよと。でこの形で表せるということと直線 BN 上にあるということがどう違うと、これは平面ベクトルのところで学びました。でここがまだベクトル AB とベクトル AN なので、ここをなんとかベクトル AC にしたいということで、ベクトル AN っていうのは N が AC を1対2に内分しているので、ここは共線条件ですね。つまりベクトル AC を3分の1倍したものがベクトル AN だよということで、これを代入してこちら、ここで一旦終了です。じゃあもう一つ P が MC 上にあるっていうことをどうやって表すかというと、全く同様で、ある実数 T、 先ほどの S とは違った文字を用いてベクトル AM の T 倍、ベクトル AC の 1-T 倍、これは T と 1-T はどっちがどっちでもいいですが、要するにここが足して1の形で必ず表せるよと。つまり直線 MC 上にあるっていうことと、ある実数 T を用いてこの形で表せるっていうことがどうちだよと。これで言い換え完了です。で今回もベクトル AC は OK なんですが、ベクトル AM の方ですね、ここがまだベクトル AB になってないので共線条件使って変形してあげて、こちらこれでベクトル AP っていう一つのベクトルがベクトル AB ベクトル AC っていう同じものを使って二通りで表せたよということで、じゃあそれぞれのベクトルの係数を比較してあげて式が2本立つんで ST が求まるっていう流れになっていくんですが、ここで記述上とても重要な一文として、こちらですね、ベクトル AB とベクトル AC が一次独立だから係数が比較できるよっていう流れになります。でこの一次独立っていうものがまず何なのかっていうのは、アプリ OK の一次独立っていう辞書があるんでそれを見ていただくか、
あとはなんでこの一文書かないといけないかっていうのは最初に出てきた良問演習89問目でじっくり解説しているので、そちらを見てみてください。これはとても重要です。一時独立だからこそそれぞれの係数同士を比較できるよと。じゃああとはこれを解いていけばよくて、例えばここでは S を消去します。代入して T だけの式にして T 求めると7分の6で、丸3に代入すると S イコール7分の4となるので、どちらでもいいですけれども丸1か丸2どっちかに代入して、こちらベクトル AP っていうのが7分の4ベクトル AB プラス7分の1ベクトル AC であることが求まります。これで括弧1が終了です。で、この2直線の交点の1ベクトルの問題はメデラウスの定理が役に立つことも多いです。平面ベクトルの理解が試される問題なので、まず平面ベクトルで今のようにそれぞれの直線上にある条件考えて係数同士比較していくっていう考え方はもちろん知っておいた方が良いですし、平面ベクトル理解する上でも知っておいた方がいいですけれども、実践上ですね、メデラウスの定理を使って素早く解くこともできます。つまりこのような形になっているので、例えば三角形 ABN と直線CM に着目します。そうすると例えば A から出発をして AM、AMB、BP、PN、NC、CA と、つまりこう行って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 最後 C を行って A に戻るというような一筆書きでメデラウスの定理を立式すると、 MB 分の AM、 これ2ですね。で、 CA 分の NC っていうのはこれ辺の比を考えると3分の2になるので、 PN 分の BP が4分の3、つまりBP 対 PN が3対4であることが分かります。つまりここが3対4だよと。なのでじゃあベクトル AP はっていうことを考えると、もうこれはベクトル AB とベクトル AN で表せて、こちらですね。で、ベクトル AN っていうのは3分の1ベクトル AC なんで代入してすぐに求められるっていう、こういう作戦もありますので、実践上押さえておいても良いかなと思います。では括弧に AB の長さを求めようっていう問題です。AP の長さっていうことで、図形的に行くのか、あるいは括弧1でベクトルを扱ったのでベクトルの演算として処理していくのかっていう、作戦が考えられるんですが、図形的に行くのは難しいですね。今回3辺が与えられていて、あと分かっている情報がこの辺の比ぐらいしかないと。で、その状態でこの長さを求めるっていうのは結構難しそうだなということで、じゃあそのままベクトルで行きたいと思います。これで方針が定まります。つまりベクトル AP を括弧1でこのように表せているので、じゃあベクトル AP の長さはっていうと7分の4ベクトル AB プラス7分の1ベクトル AC の絶対値ということになるんですが、これは良問演習92問目で扱っているんですが、和の絶対値、ベクトルの和の絶対値っていうのは直接考えるの結構難しくて、なので二乗して処理ということが鉄則になってきます。つまり二乗してあげて、二乗すると分解できるんですね。つまりベクトル AB の長さの2乗で AB の長さが今回 C なのでこれが C2 乗で、ベクトル AC の絶対値の2乗、これが B2 乗になると。で、あと内積のところですね、これが残ってきます。なのでここまでは OK なんですが、最後この内積ですね、これを求めないといけないと。これを ABC でなんとか表すことができれば完了だなということが見えてきます。内積なのでベクトル AB とベクトル AC それぞれの大きさかけるコサインシータ、ナス角シータとして、ここシータですね、としてこの形で表せて、なのでここは C、ここは B で分かっているので、あとコサインシータですね、あとこれが分かればいいと。問題を分割していきます。何が分かれば答えにたどり着けるのかっていうのを考えていくと、あとはコサインシータが分かればいいんだなということに行き着きます。なので、これをシータとしてですね、このコサインをどう求めるかっていうところで、これは三角形 ABC に着目して3辺分かっていて一つの頂角のコサインを知りたいっていうことなので、これは余弦定理で求められるということで、余弦定理からこちらですね、コサインシータっていうのは 2BC 分の B2 乗プラス C2 乗マイナス A2 乗ということで、内積はこれに CB かけるので、ここが結局打ち消し合ってこちらになりますということなので、総合してベクトル AP の大きさの2乗っていうものはこちらとなって ABC で表せたと。なので整理をして、最後大きさ AP の長さなので絶対値の2乗をルート取ってこちらと求められます。はい、いかがだったでしょうか。とても標準的な問題で、典型テーマが詰まった演習材料としてとてもいい問題だと思うので、ぜひ確実に全部自分で考えて解けるように復習をしてみてください。では今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。